ございます。はい、時刻が今23時になりました。ちょっとですね、連休明けですごい仕事が溜まってて遅い時間になってしまったんですけど、これから筋トレに行きたいと思います。で、今日は水曜日なんで足ですね、足をやっていきます。足ね、ま、ちょっとマジいい加減に、やばいね、太りすぎかこれは。あー、ちょっと眠いな。眠いけど頑張ってやるしかない、本当に。まああれですよね、最近めっちゃ寒いですよね、もう。ということで、筋トレに行ってみます。はい、時刻は今18時半になりました。今朝活からそのまま、仕事の方に移って今終わったところです。で、今日の予定なんですけど、この後ゴートレに行きます。で、超優しくて、ちょっとですね、本日は台風が近づいてるせいでクソ土砂降りなんで、今日はゴートレしていただける方が家の前まで車を出してくれるってことなので、今待ってます。で、今から一回ご飯食べてからそのままゴートレに行きたいと思います。で、今日のゴートレする部位なんですけど、今日は背中をやっていきます。背中得意なんでね、ちょっと頑張っていきます。ってことで、てな感じで大トレが終わりました。もう飯も食ったんで、あとシャワー浴びてまた明日の朝に備えたいと思います。ってことで、おやすみなさい。はい、時刻は今14時半ですね。ちょっとまだ業務中なんですけど、特にやること終わらせちゃったんで、まあメール確認しつつ今から歯医者に行きたいと思います。ちょっとね、先週の動画で言ったんですけど、ちょっと虫歯ができてしまったので、まあでも今日の1日で処理終わるみたいなんで、パパッと直していきたいと思います。ってことで、行ってきます。今歯医者終わりました。着いて10分で終わりましたね。もう今から家帰ります。はい、今時刻が19時ですね。一応業務がもう一通り終わって、これからなんですけど、これからも昨日と同じ、方ですねとゴートレしたいと思います。まあ昨日ちょっと、もう最近曜日ごとにやる部位全然違うんですけど、今日がどこだ、今日胸か、今日また胸やっていきますですね。まあちょっといろいろ今来月から本格的に絞り込みを、体をね、絞っていこうと思って、それのね、ちょっと打ち合わせとかでいろいろ相談乗ってもらってる形ですね。ってことで、多分8時ぐらい、20時ぐらいか、20時過ぎになったら
ゴトレ始めたいと思います。お疲れ様です。ですね、ちょっとエニタイム探検してたんですけど、まさかのもう一個見つけたんで、今から次回やるゴートレ場所探しに来てます。多分おかしいか、こっちにしますか。こっちの方がいいですね。ここにで基本的にこれでと画面を作ってます。はい、今帰っております。ちょっと最近毎週ゴートレ続きで体がついにきつくなってきた。はい、帰ってきました。時刻が12時半ですね。今週も終わったということで、まあ、今週はね、水木金3日間しか動画撮ってないんですけど、はい、もう筋トレもバッチバチにやってきました。でですね、一応告知なんですけど、今のところ予定では、10月の第2週から50日間本格的に絞り込みをしようと思ってます。で今それの打ち合わせとかしてて結構盛り上がってる感じです。ぜひお楽しみにしておいてください。ちょっと今週はちょっともう疲れたんで、これで終わりにしたいと思います。いつも見ていただきありがとうございます。よかったらいいね、感想、コメントご自由にお願いします。ということで、また来週。バイ。